傾向で言うと大事な試合で負けたときにキーパー結構外す。なんで外すんだ。なんで外すんだ。はって。どういう言い方でしたか。はって。マグロンって知ってます。マグロン。マグロンとサントスの英雄が来たんですよ。マルセリーノ・カリオカ。おーいたね。天使の右足って言われてたんですけど、で彼が来て、でもう一人ファビーニョっていうボランチのやつ、3人ブラジル人が来たんですよね、西尾さん来たの。マルセリーノ・カリオカは、ブラジルでは超有名、ロマーリオと超仲悪かった。悪いな。って有名で、すごい注目された。ミシュランが来て1年目、ガンバ最終的にその年、ヤマソステージずーっと勝ち続けてた。で、首位攻防戦で、ジュビロと試合した。で勝っとけば、ガンバ優勝に相当近づいたでしょ。でそれで、その試合、結局5対4で負けるんですよ。ジュビロに 4-1 でリードしてたんですよ。あの前世紀、2002年。で、4対1から4対4に追いつかれて、V ゴールで5対4で負けるんですよ。で、南雄太がレイソルにいた時もそうだったんですけど、西野さんって、傾向で言うと、大事な試合で負けた時って、キーパー結構外す。変えるんですよ。で、これは前もってギュッと行かないといけないな。西野さんと僕は揉めたんだけど、それは今考えると 120% 僕は悪いと思ってます。ジュビロの試合負けた、まあ、その時はもう僕まだトルシエジャパンです、はい、ジュビロの試合で負けて、でその次の試合外されて、で自分としては納得できないわけです。5対4で負けて5点は入れられたけど、自分が 100% 悪いかっていうと、自分では納得できない部分が多かったわけですよ。でも外すじゃないですか。そしたらその時はやっぱりトルシエジャパンですから僕は。なんで外すんだろう。なんで外すんだろう。はって。どういう言い方でしたか。はって。ミーティングの前に、いやもう外すんやったら、もうメンバーからも外してくださいと。そんなに俺のプレーが気に入らなかったんやったら、メンバーも入れる必要ないですよっていう気持ちで、それやったらメンバーも外してくださいって言ったら、いやそれは違うやろみたいな雰囲気でこう話すわけじゃないですか。だけどもう着地点はないんですよ。西野さんは俺のこと外す、俺は外される、意見は絶対一致しないわけですよ。でもほらそれは1回だけかもしれないし、特効薬じゃないけどさ、やたらこうグイグイ来るわけでしょ。それは特効薬の中で俺のために外したのか、チームのために俺を外したのかっていう整理できないわけですよ。俺はチームのために切り捨てられたっていう認識です、はいはい、だから俺は納得できなかったんです、どう考えても。でもここが一番僕がダメやったところなんですよ。やっぱりその時はプライドがすごい邪魔したんです。やっぱり自分が試合に初めて出た時の気持ちを忘れてたんですよね。97年に入って、で2000年からレギュラーになって、オリンピック代表に入って、トルシエ代表にも呼ばれて、それもガンバでレギュラー取るまでは僕4番手とかだったんですよ。それでも2000年の頭に出る予定だったんですよ、試合に。でちょっといろんなことがあって試合出れなくて、その後遅れて出た試合からレギュラーになったんですよ。でトントン拍子で進んで、オリンピックもメンバーに滑り込んだ、代表にもその後すぐ入ったっていうので、2000年から2002年までは僕はもうトントン拍子で行っちゃったわけです。まさにトルシエジャパンだ。そうなんですよ、トルシエジャパン。トルシエジャパンで。で、そこで多分見失ってたんですよね。で、まあ極端な話したら、ガンバは俺と西野さん、どっち取るんですかって言ったら、絶対俺のこと取ると思ってしまってたんですよ。でもそれは本当に甘かったんですよ。で、結局、今単に言いますけど、どんな監督がいい監督だったんだってよく言われるじゃないですか。だけどそんなの周りが最悪だって言ってたの、自分のこと使ってくれる監督が一番いい監督なんです、だそういった意味でも西野さんは一番嫌な監督だったわけです。そうだね、だけど自分の中ではそれが正しいと思ってたけど、それはやっぱ正しくなかったんですよ、あの時もしかして我慢してればその後また使ってくれたかもしれない、でその時にまた得れる成長ってあるじゃないですか、ずっと今まで試合出てたけど外されて出れなくなってベンチから見てるっていうのもある程度経験にはなる、だそれが僕はできなかった、だから俺はもうベンチも外してくださいって言って、それがすごいね、はい、それを僕はバカだったのが記者に書いてくれって言ったんですよ。 あの人とはサッカーやりたくないっていうのを言ったわけ、直接西野さんに言われなくても、いや西野さんにも言いました、僕は全員に言います、はい、でもう僕西野さんに、いやなんで外されたのって言われて、いや分かんないけど、まあ、外されたからあの人と一緒にサッカーやりたくないって言った、でそれが
ちょっと柔らかく載せましたけど、放置新聞とかにも載ったんですよ。でそれでもうダメですよ、そうな、ああそうだね。でも西野さんはその後もねアプローチしてくれたんです俺に、うん、でも何回も呼ばれるけど結局最初のイメージで着地点がないんですよ。だけどあっちは使うつもりがあるかもしれないけど俺のことを見極めてたかもしれないですよ、うん、だけど俺は一切それを受け入れなかったんですよ。呼ばれてても同じ話を何回もされて面倒くさいなって思ってただけの人になっちゃったから、はいはいはい、だから最後に西野さんにもう分かりましたと、あの西野さんが僕のこと気遣ってくれてるのも分かるけど僕はもうそれ必要じゃないですと、うん、僕は僕の気持ちでやりますからどうぞ気遣わないでくださいって言って終わったんですよでもう一席違いますよ俺もそこで、うん、やると思う西野さんが、本当に引退っていうか上意味もなくですよ。もうやりたくないと思いますよサッカー、うん、それは本当に究極だったんですよ。本当にその年の4月まで代表入ってて、うん、外されてワールドカップも日本で試合見たくないから、うん、船越雄三先輩と2人でグアム遊び行って、うん、ワールドカップグアムで見てでその時は移籍も活発じゃなかったじゃないですか。まあ今と違うからね。移籍っていうことを一切考えなかったわけですよ。やめるしかない、やめるっていう。でもっと言うとガンバからオファー来ましたから、その年でさえ、うんうん、次の年でさえクビにはなってないんですよ、うんうん、だけどその時にスポーツコンサルティングジャパンと僕はその次の年から契約してるんですよ実際、うん、でその時に初めてロベさんに俺はお世話になったんですよ、うん、でロベさんが別っていう話をしてくれて別に僕は行けたんですけど、うん、それがなかったら多分チームも多分移籍っていう話も隠してたかもしれないし、俺はレッツに来た行ったっていうイメージじゃなくて俺は本当レッツに拾ってもらったっていうイメージなんですよ、うん、なんでかっていうと、出ていきますって言った時に、多分僕が移籍した時に移籍金かかってるんですよ。しかも、基準が高かったんですよ。そうね。だから、逆に言うと、俺は本当にレッツに拾ってもらってる立場だから、もう感謝しかないんですよね、レッツには。うん、次の年にオファーあったら、ガンバに残ってるから、まあ、いいなってやってるかもしれないし、ただレッツに行って、まあ、新規行ってやり直せれたっていうのは、まあ、良かったのかなと思います。今ね、実際西野さんに話でこうなったんですけど、やっぱりこうあそこで失敗してレッツに行ってで今引退して西野さんと会う機会があったんですよ。でもやっぱりその時はやっぱり普通に話していただけるから気にしてないでしょ、多分西野さんは気にしてないです同じチームでやってないと関係ないですよ、うんうん、引退して20年経ってますけどシュートの精度は変わっていませんよ。西野太郎